4レース1着で勝ち上がりました尾崎選手です。1着おめでとうございます。どうもありがとうございます。今日は2番手でしたけども、どういうふうに作戦は考えられてたでしょうか。まあ、車番が良かったので、前々で周回をしたいなと思っています。まあ、周回中に太田選手が上がってきましたけども、あのあたりとはどういう判断でしたか。まあ、太田選手と児玉選手がちょっと近くにいるのが嫌だなと思ったので、自分の前に来てくれたので、はい、そこは入れました。まあ、ホームのところで、2人が仕掛けてきましたけども、あのあたりはどういうふうに見えてましたか。まあ、結構いいスピードだったので、前の熊谷さんも踏んでましたし、太田選手も踏んでましたし、その上を児玉さん行くのちょっとどうなのかなと思って、そこはもう冷静に、はい、思ってました。まあ、ホームバックの前では仕掛けるようなところもありましたけども、あのあたりはどうでしたかね。まあ、仕掛けようと思ったんですけど、ちょっとタイミングが悪かったので、どうしようかなってちょっと迷ってしまったので、その辺はちょっと反省で次への課題かなと思います。まあ、そこは藤田選手に追走して最後踏み込んだって形になりますけども、はい、ご自身の状態としてはどうでしょうか。まあ、1着取れてるので悪くないかなと思うんですけど、ちょっと結構きつかったので、もうちょっと上積み欲しいなと思います。この後時間もありますけど、準決勝に向けてっていうのは何かありますかね。まあ、しっかりクールダウンして、ケアして、まあ、気持ちの部分を整えて明日臨みたいと思います。わかりました。では準決勝、それ以降に向けて最後に意気込みをよろしくお願いします。はい、まずは決勝に乗れるように明日、力出し切れるように頑張ります。お願いします。はい。